リスクの分散についてのご質問ですね。リスクヘッジの方法を知りたいと、まあ、長期投資されたい方からですよね。リスクヘッジするにはどうすればいいでしょうか。まあ、賢い組み合わせは何でしょうかってことですよね。当然、まあ、賢くですね、リスクヘッジするためにも組み合わせる必要があるんですけれども、まあ、なかなかですね、でもこれが難しかったりするんですよね。なのでまた投資の勉強をしなければいけないってなると、要は、なかなかですね、ビジネス、その投資の資金を稼ぐためのビジネスにも使えないという感じで、まあ、全てがスローペースになって本末転倒なので、時間をかけない。そのためにはですね、やっぱり、伸びているアメリカのですね、インデックス投資が一番いいと思います。あなたがもし投資を勉強したくないというのであれば、インデックス投資 SP500 がいいかなと思います。フィリピン移住のですね、したい方からのご相談で、生活する環境について教えてください。